はい、こんばんは。スワシュワスです。えー、久々のコメント返信やっていきます。で、今回は、あのー、ちょっと編集なしで、ちょっと、たくさん、いろ、たくさんのコメントに、あのー、まんべんなく返信する感じで、ちょっとやっていきたいんで、ちょっとね、前と違うんですけど、よろしくお願いします。はいはい。ではでは、えっと、前回、ど、どの動画までコメント返信したか、ちょっと、覚えてないんだけど、どの辺からやろうかな。まあ、最近の動画、 にコメントしていこうかえー、っとどうしよっかなゲボゲボ,ここかゲボゲボじゃあこゲボゲボおえおえからやっとこうゲボゲボおえおえゲボゲボおえお、ー、え月曜日の動画にいただいたコメントを読んでいきますえー、っと月見ういろさん日本語知らなかったら綺麗な映像と音声 <laughs> ね本ほんとねあのー、そう言葉を知らなければ絶対 絶対というか海外の人とかなんか綺麗な旋律だと思ってくれるかもね、えー、カチトルミン・オルガルトさん最後をきれいにせずに単調で終えることによってこれからの絶望感を感じさせる曲そうそう月曜日だからあのただただただ明るい綺麗な曲じゃなくてすごい憂鬱感を出したかったから最後の最後であのちょっと不穏な感じを残しました、えー、ポンさん才能の無駄遣い感すごい <laughs> 不法投棄してますね、えー、ユキさん初手 ゲボゲボ王衛月曜日、キリはさすがに草。なんかね、最初にセリフをこう入れたいなと思って、なんかタイトルコールみたいな感じで。うん、えー、っと、これなんていうのシノノメって読むのかなちょっと待って。<laughs> シノノメ。シノ,ノメなの。あ、シノノメだ。失礼しました。国語力。Y の国語力。えー、シノノメエナナンさん。何気に曲が良くて、予想と違くて、牛乳鼻から吹いた。 チャラリーン鼻から牛乳だ。大丈夫ですか後であとでティッシュでふきふきしてくださいね、えー。覚醒したスピノサウルスさん、いつもコメントありがとうございます、えー。綺麗な歌声と背景と汚い歌詞が合わさって素晴らしいです。いろいろとね、そう、いろいろとごちゃ混ぜになってるのが俺の動画です。アンポガキさん、ラストのハモリ,ハモリ音ぶつけてるの気持ちよすぎだろう。そう、なんか。 行き過ぎコードなのかわかんないけどまあちょっと複雑にしてみたうーんだから結構試行錯誤したうんこうした方がいいかなあでもここ足したここの音足した方がいいかもみたいな感じで最後の音はね試行錯誤しましたパルプンテさん誕生日に素敵なハーモニーが聴けてよかったですよかったよかったおめでとうございます9日前かおめでとうございます <laughs> えっと「涙目のルカさんこの月曜日の目覚まし」の音源にしたいわ目覚ましぜひぜひぜひ ゲボゲボオイオイしちゃってください日曜の朝月曜の朝に、えー、サマーさん火曜日も楽しみそうあの一応ねあのこ,のこのシリーズ全部作ったんで、ね、よかったら全曜日聞いててくださいプテアクヤさん、えー、くっそいい声なのに歌詞のせいで全部書きかされるの死ぬ <laughs> そうあの歌詞歌詞で台無しにさせるのが俺流、えー、大迫あきさんいや好きありがとう好き コッスーさんどんな歌だよ <laughs> こんな歌です <laughs>、えー。リッタカさん、えー、と、A フラットアドナイン、えー、と、G 分の E フラットから、えー、G フラットナイン、カッコフラットファイブ、行き過ぎソプラノ。ソプラノだけ聞くと美しかったのが、アルトになると、アルトになると不穏になって、行き過ぎコードになったときは、行っちゃった。 月曜日の通勤通学のどんよりとした心情を表した素敵なコード進行だと思いました。すごい分析してくださってね、もうなんかもうそのまさにその通りって感じ。ありがとうございます。えっ、ー、と、ヤスニャンさんかなはたな、あ、ヤスニャンさんか明日が楽しみです。ね、火曜日も作った。えー、三ツ谷サイダさん、えー、オスペラーズ。<laughs> そう、オスペ、<laughs> 汚い、 ゴスペラーズで、オスペラーズで俺がその変身であのアカペラの赤をあの手赤とか耳赤の赤っていう感じでアカペラって変身したんですけど <laughs> そう汚いゴスペラーズ目指してます。はい。ケボケボじゃあ次。えー、っと他人はそんなに自分のことに来たコメントどうしようかなうーんとどうしようかなもういろいろちょっと読まくろ好きに生きた結果 <laughs> え <laughs> えっていうのはあの あの, H、H H の絵ですね <laughs> ハーートマークめっちゃ気にしちゃう内心でバカにされてるんだろうなとかあんまり人のこと信用できなくなったんだよね社会人になって初めての職場で陰口聞こえるところで言われてたら信用できなくなるねなんかねまあ俺もそのまあ生きてきて30年ぐらい生きてきて途中からですかね途中から結構疑い,ぶ疑い深くなったっていうかうんそうあんまり他人を信用しなくなってきたんですけどでもでもそこからが逆に その自分の人生の新たなステップが始まった気がしてて新たなフェーズに突入したなって気がしててなんかその今まで他人に気遣ってきたところを今度はもう自分のためだけに生きていくっていう新しいフェーズに突入したかなってもうあの他人のことを信用せず他人を当てにせずに自分の力っていうか自分だけを信じて自分の好きな道自分が喜ぶ方へ進んでいくこれからそうしてい,きたい行こうっていうなんか決意が固まった。 だから、あんまりそのね人,人を信用できなくなるってことはまあ別に悪いことではないと思います。うん、それがこう新たな人生のスタートのきっかけになればいいなむしろむしろそのね成長成長なんじゃないでしょうか <laughs>、えー。好きに生きた結果がぼっちです。ワイモです。<laughs> その、えー、覚醒したスピンサルさん、その言葉に勇気をもらいました。いい、いい、いい、ってね。そうさ 一時期俺、いいいいいいハマってたからさ、またあの新しい人権シリーズ歌うとき、またそのいいいいいいっていうのをや,ったやりたいと思います。字足らずってやつね。好きな服着て、お出かそうですよね、好きな服着てお出かけしよっと。ね、好きな服着て、ね、全然派手なでもいいし、派手な服でもいいし、地味な服でもいいし、奇抜なんでもいいし、ひらひらでもいいし、ね、まああの公然わいせつじゃなければいいんじゃないでしょうか。元気出ました。ありがとう。 かわい,いねちょっと元気出ましたありがとう私は昭和さんの活動めっちゃ見てるけどねめっちゃ勇気出る背景のトイレが物語ってるの好き個性は大切だよねいいいいいい,い,い毎回格言を教えてくれるのと首元ダルダルの T シャツでいつも元気もらえるもう T シャツね <laughs> 何年も着てるからダルダルですわ別にさあの誰かにこう見せるわけでもないしあのここぞっていう場面も別にないから、ね、ダボダボでも俺全然気にしてないですね <laughs> ていうか動画で動画活動してるから普通にシャツダボダボのシャツみんなに見せてるんだけどでも別にそれで <laughs> 別にその勝負勝負肌着でもないしっていう感じで、うん、<laughs> 別にいいやって感じそもそも勝負する機会がないしっていう感じえご利用しのいいいい,い,いでく用紙コンプがやばくて常に気にしてるけどこの動画見て少し楽になったありがとう」まあまあまあねいろいろとね皆さんコンプレックスあると思いますけどうんまあ 裏を返せばコンプレックスって魅力だったりその人にしかないものだったり逆にそれがこう武器になるあの自分を幸せに導いてくれる武器だったりすることもあるしお金を稼ぐ手段になったりすることもあるしそうなんですよなんか裏表表裏一体だなと思っててコンプレックスって。ねだからそ,それをね自分の持っているものを生かすかどう生かすもどう殺すも自分次第かなっていうところは思ってます。 いい,いいはじたらず発動しまくってんのに好きに生きては詰めててくさ <laughs> そう詰めるところは詰めてじ <laughs> たらず上長なところは「いいいい,い,いでごまかしてるっていう文字余り「いいいいいい」絶対字が足らなくてくさ <laughs> そういうふうに考えるようにするけど仕事でお客様の目線を気にするから無理。 仕事ではね、まあちゃんとおもてなししなきゃいけないし、お客様の満足度っていうのもね、あの、測らなきゃいけないから、そこはね、仕事中は仕方ないと思います。うん。でも仕事が終わったら、もう、気にしないって感じあ気にしない、誰も気にしない、ただいまー、へえ、お家帰ってきてんの、ご飯食べるの、何食べるって感じで、僕は切り替えてます。絶対あのー、職場の人もしこれ見てたら、マジ困惑するだろうね、俺のこんな姿見て。でも俺気にしない。ははは。 どっちも俺だから。うん。どっちも俺の一面だからさ。逆に驚かれたら困る。こういう俺だっていますよ、何かみたいな。いますけど。ああ。自分はよく見るからな、みんなとは限らないぞって。まあ、見てくれてる人は嬉しい。もっと見てください。僕のこと <laughs> 自意識過剰になりすぎず生きよう。うん。嫌かもしれないけど、自分結構人間観察好きだから結構見ちゃうな。うん。まあでも、少数派なんですかね。じゃないですかね、人間観察してる人って。 結構なんか詩人,詩人っぽい人だったり芸術家っぽい人だったりとかなんかその創作活動をやってる人とか、うん、そ,ういうそういう人が割とあと、まあ、は何だろうななんかまあ分析するのが好きな人とか物事を斜めから見るのが好きな人とかは割と人間観察してると思うけど、まあ、割と少数派だと思うので、まあ、そ,ういう人たちそういう人たちにそういう人たちにまで見られてることを気にするとかなりちょっと生きにくいかなと思います。うん 別にそういう人たちに見られてもいいやって、まあ単なるその,その指標というかね、そのか、えー、は判断材料のた一つに一人の人間に過ぎないと思ってれば、自分なんて歯車の一個に過ぎないと思ってれば、大丈夫だと思います。<laughs> やけくすのいい私は好きを幸せに言われると安心する。心配性だったけど、だんだんこれが分かって自由に生きられるようになった。ただ、他人がそいつ自身のために自分を利用することはある模様う。うー、んん,うん。 見てないけど見てる。見てるけど見てない。俺はお前を見ている。俺はお前のこと見てるからな。じゃあなんで自分の性格が悪いって言われて退学させる計画を立てられているんだろう。退学させる。うん。試されてるのかね。試されてるのかもしれない。あらがってみようか。<laughs> まあしたかったらね。別に一回したってもいいと思うけどね。性格が悪いって何よ。性格。 正確にいいも悪いも悪あるんでしょうかね <laughs> 捉え方によっちゃいいこれいいところもあるし悪いところもあるみんなそうだと思うけどね。んかそういうふうに思ってれば自分だけが性格悪いって思わなくなるからなんか <laughs> 性格ああ俺性格悪いんだうんでも俺だけじゃないしなって思ってれば別にちょっと辛くなくなるかもしれん。いろいろですよ。 まあが、まあ、大学か学生のうちはね結構そのそういうなんか集団生活だし結構閉じられたコミュニティでの生活だから結構いろいろと耐えられない時もあると思うけどまあな,なんだかんだね毎日適当に過ごしてれば気づけばあっという間にもう卒業なんで大丈夫ですよ。ねそのそういうその閉じられた空間からこう抜け出た時に。 自分のやりたいこととかまた新しくやりたいこととか本当にじ自分がどうしていきたいのかって気づく瞬間が訪れると思うんで人生まあそのね、まあ、長い目で見てっていうかちょっと先を見て1年2年3年先を見た自分の人生っていうのを考えていくといいと思います、うん、だって俺だってこんな活動するつもりなかったし <laughs>、ね、大学出てから10年後10年後ですよ大学卒業して10年ぐらいたっ十0年ごめん8年だ八年経ってから あこ俺こうしたいんだこういうふうに好きに生きていきたいんだってやっと気づけたからだから割とね自分の心地よい生き方とかその人生の喜びっていうものに気づくためには割と時間は、まあ、人によると思うけど時間は必要だと思います、うん、それに出会うっていうかね自分の内面に気づくには、まあ、いろんなきっかけとかあるしなんかいろんなその動画とか見ててね気づく時もあるし。 まあ割とね先人の割と賢い人なんかインフルエンサーとか言われてる人たちの言うこととかをたくさんこう吸収して学んでるとねだんだんなんか自分じゃあ自分はどうしようって気づいてき自分自身に興味が湧いてきますだんだんねだからそういうのをおすすめします先人たちのあのこうすごい良質な深みのあるたくさんの言葉とかたくさんの教訓とかをねいろいろ摂取するといいと思います。 えっと、じゃあ次どうしようかな。あなたのヒートテーマ聞くバリーが誰かを喜ばせてるらしいにいただいたコメント。しらすの毎日投稿が私を喜ばせてる。いや、シらじゃない、シらス <laughs> ちゃんとしわすって書いてくれてんのに、俺がシらすってミスリードした。ごめんなさい。えー、乱暴、乱暴者さん。失礼しましたこちらこそあ、えー。こちらこそありがとう、ゆいまるさん。こちらこそありがとう、しわすの動画で元気になる。本当にありがとう。こちらこそいつもコメントありがとうございます。ね。 結構なんかもう結構そのね毎回コメントくれる人っていうのがだんだん分かってきた <laughs> そうそういやーすごいねこれね熱心にねまた見てくれても本当嬉しいわちょっとこれからあれかなあの今コメント全部に「いいね」つけてるんですけどなんか本当にいいなと思ったコメントだけに「いいね」残そうかなとか考えて。 ちょっと考え始めた。こういう、こういうさ、コメント返信とかやるときに、あの全部の、全部にいいねつけといちゃうと、あ全部、全部読み上げなきゃって、今、今ちょっと今、<laughs> やべえ、これ、これ、コメント何百件もあるから、ちょっと、時間めっちゃかかりそうだなって今、今ちょっとやりながら気づいちゃった。<laughs> 途中からの、名前読まなくなったし、すいません。<laughs> グだグだですけど、ちょっともうちょっとやらせてください。えー、っと、シワさんの動画は元気もりもりになれます。ありがとうございます。こちらこそです。 皆さんのね、コメントとか、あ,のー、ありがとうとかね、あのー、救われたとか、そういうコメントで、さらに俺が、また、毎日動画投稿できるんで、モチベーションがね、きます。なんか涙が出てきました。ありがとう。なんか元気になりました。ありがとうございます。このコメントも気配りかも。しわさんのおかげでげ笑顔になれる。しわさんが可愛いから私を喜ばせている。可愛い,いだけで喜ばせられるのか。なんか、嬉しいな。<laughs> そんな手軽にできるなんて。し、え、わ、ー、さんのこういうところ、素晴らしいと思う。 言ってて草そう言ってもらえると嬉しい。師走の歌で今日も聴くばれしてよかったと思いました。えっ、ー、とね。あの、これ歌ってください。身長1 9 0センチ以上の人は巨人と呼んでいいらしいで写真を貼ってください。巨人巨人進撃の巨人の写真貼ればいいのかな <laughs> 1 9 0センチでかいですね。立派だ。この動画のどこが汚い合唱部なんですかね。普通の投稿に目をそらしながら。ちょいちょい最近、綺麗な歌ばっか作ってますよね。だからまたちゃんとしっかり。 汚い合唱に戻らないとって思ってあのさっきボンバーマンあのリブステーキとブリの照り焼き作ってみたいかがでしたでしょうかね適度に汚い歌と綺麗な歌で皆さんを困惑させます <laughs> ルイさん歩兵歩兵んかねこういうなんかそのなんて言いいんだろうツイッターのつぶやきみたいなコメントもね結構好きだったりする <laughs> 適当になんかたまにああの ひらがなの「あ」とかしか打たない人とかいるけど <laughs> まあまあまあ割と好きだよそういう適当なのも別に俺はあのなんか機械まあ AI が勝手にスパムとか判断したかもしれないけど俺は基本的にそういうの消さないんでちゃんと残しとくんでご安心くださいダメだ爆発を待ってる自分がいたこの背景葬式みたい <laughs> 全然いいよそんなことはない本当記憶ばったらキモいって言われたことあるんだけど記憶ばったらキモいか うん、どうだろうねそれがツンデレなのか内心うれしいのかまあちょっとおせっかいすぎる余計なおは過すぎるのかそこはね、うん、見極めた方がまあち,ちゃんと聞いてみてあだったらいいやってじゃあ次から気を配らない知らないって感じで,でそしたら何何で最近冷たいのって言われたらああっいかキモいって言われたからさもう気を配りたくなくなっちゃってさみたいな風に言ってみたらいいんじゃないでしょうかそういうね あの何でしょうねお前がそうしたからこう司会したまでだよみたいなそういう話をしていくとお互いもっと理解が深まるんじゃないでしょうかあまり俺はそういう口喧嘩とか好きじゃないけどねうん、なんか居心地悪いっていうかあこの人なんか一緒にいて不快だなって思ったら俺あのこっそり離れていくんで自然自然にっていうか,なんか何て言えばいいんだろういつの間にか俺消えていくタイプの人間なんで。<laughs> じゃあ次「カリカリ首首火曜日」にいただいたコメント。えー、柴田さんが「カリカリクビクビって言うとどうしても下ネタに聞こえてしまう。実は下ネタに期待実は下ネタなんだよなーこれ。いやもう下ネタなのか。はいその通りです。下ネタです。<laughs> えー、今日を表すなら辛ーいでもでもずっと待っていたこれが待ち遠しかった。3ヶ月前から待っていたそれは夏休みあ。あと曲めっさかっこよくて草。こういうとこが柴田さん好きなんだよって。なんか俺もさ。 あの毎週の恒例行事っていうかね、なんかやこれからなんかやってみたいなと思うんですね。こういうコメント返信とかも、例えば決まった曜日、毎週水曜日とかにこれ絶対投稿するようにするとか、なんかそういう風にした方が皆さんも毎週の楽しみが増えていいかなってちょっと思いましたね。結構そういうことやってる YouTuber さん多いじゃないですか。生配信とかを必ず決まった曜日にやるとか、この金曜日の20時にや毎週やってますとかっていう人結構多いと思うんで、なんか俺もそういう。 決まった時間に、決まったタイミングでそういうことした方が皆さんの楽しみ、毎週の楽しみになっていいかなってちょっと思ったりした。ちょっとね考えていかなきゃね、俺もね、もう少しそういうのを、ただただただ闇雲にあに思いついた時にいろいろなんかやるんじゃなくて。ですね。えっと、私は日本人で歌の内容はわかりませんが、とても美しいと思いました。楽しい時間をありがとう <laughs>。あの、日本人 <laughs>。 で俺これコメントしたんですけど日本の方にも届いてるの嬉しいですね <laughs> あこういうボケ好きだわいつも同様背筋がゾクゾクするほどのハーモニーの完成度が高いええー、今世渋合唱以上に低音部に厚みがあるゴブこの様式は心地いいなんかねまあさ 最近結構ちょいちょい4部、部だったり3部だったりしてるけど、やっぱり5部にするとね、自分でも重厚感が増してると思います。最後、舌出してるのかわいい。舌出してる、舌出し。んこうかな水曜日楽しみ待ってます。志わさんかっこいいですね。ありがとうございます。なかなかに癖のある音程と歌詞。嫌いじゃないですわ。ほほほって。嫌いじゃないですわ。ほほほって。マダムが、おった。 コンスタントに満声してて嬉しいと思ったらロングバージョンはまだだったので、ここでも今後も応援してます。やっぱりね、横動画はね、まだまだ伸びないですね。これからですわ。ショート動画は本当今、すごい優遇されてるから、伸ばしやすい、バズりやすく優遇されてるからね、ショート動画ばっかりつい投稿してしまうんですけど、まああの作り、作りやすいっていうのもあるんだけど、簡単、感動で涙が止まらない。涙が止まらない。なんかよく聞くフレーズだ、涙が止まらないってやつ。 あのなんかネットに週刊誌ネットニュースとかでよく聞くやつこれスキャンダル系の芸能ニュース的なやつでね今日あった嫌なこと聞いてる間だけ忘れたああんかこういうコメントも嬉しいですね嫌なことを忘れられるような存在でいたいなと合唱業界のストロングゼロ <laughs> カリカリはな何んんとかわかるけど首首って何の感情なんってあカリカリとビ首首セットですセットで読むと まあ分かると思いますいい歌声だが歌詞の意味が分からん。あぜひ純粋でいてください、そのまま。ね。<laughs> スピナサルさん <laughs>。えっと、か,かっけ歌詞を除く。歌詞を除く。まあ、さすがにね、カリカリ首首でかっこいいって言われたら、えって俺も困惑しちゃうわ。<laughs> いいね。お疲れさまんこ。サマンサお疲れさんさ。カリカリ首首って、下ネタ下ネタです。ちょっとお色気感じた。うふ。 首あ答えっちゃってる人がいた <laughs> やばいやばいどうしようどうしようどうしようもうちょっと新しい動画あーまあいっかえっ、ー、とじゃあね牛牛,牛乳牛乳は牛の血液らしい,いい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 い,い,い,いにいただいたコメントですせめて後ろの画像を牛にしろや <laughs> そういうツッコミを待ってた半分い,いいいいいいい最後ちょっと危ない歌詞雑くなってきてて草サイで草地余りを毎回勢いでごまかしててるの好き いい,いいの時の顔面白すぎ。いい,い,い,いいが好きすぎる。でももうちょっと歌詞頑張れや。背景関係あるんて。どこからこのネタ浮かんでくるんだろうか <laughs>。知ってたけど飲んでもき全然気にならない。あ,あ、えっと、ごめんなさいじゃね。<laughs> 知ってたけど飲んでも全然気にならない。すごいな。知ってて知った上で血液を飲んでるということね。文字数。 無理くり持ってきましたね。黒の跡が忍ばれます。おはよう、うんこ、勉強になりました。チッチやな。背景、牛にしろやってコメント見て、後ろがサイなことに気づいた。半分いなのよ <laughs>。1個目、ついに行かれた。半分い文字垂れなさすぎ、わろち。牛の血液なんや。確かに、ボリュームも血液から作られてるらしいけど。そうそう、なんか追加で調べたらそ、うそうらしいね。ボリュームも実は血液らしい。いピンキー、時間余りすぎ。 プロテインを牛乳に溶かしたの飲みながら見てたんだけど何か酸っぱいものが込み上げてきましたありがとうございますあはいそのままあのエチケット袋にえぜひあのリバースしてくださいませいいいいいい最近全部ご利用して草激しい字余り草顔面土砂崩れに似てるわらわら今牛乳飲んでますなんか腹から上がってくるのでトイレに行ってきますおめでとうございますシュワスさんの顔かわいいホムガにしていいいいよかわいいねー何食べたらこんな思いつくんだよ4割歯ぎしりじゃん 大丈夫牛乳って血液なんか今度から母乳でも飲むわ。いい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 ご利用しすぎて笑うた。チッチーは草。一生牛乳飲まないわ。<laughs> うざ。ショーツでいらん情報流れてくんな内容もそれだけってマジ。やっぱこれだけじゃ内容薄いのかな。まあそりゃそうだよね。他のショート動画って結構ね、しっかりした。割とね、そのいろんな情報詰まってたりするから。俺の動画はちょっと情報が少なすぎるのかな。やっぱな。ちょっと考えます。 えっと次どうしようかな。えー、じゃあ、目をつむって片足立ちは、想像以上に難しいらしいですね。音割れ水素の音が好きすぎる。そう、なんか、あの、ダンダスさんみたいにさ、音割れしてみたら面白いかなと思ってやってみちゃった。珍しくらしいがぴったしだ。あー、水素の音。水素の音、ほんとくさ。まだまだ、もうちょっといけるかな。もうちょっと水素の音引っ張るわ。履き物からして成功させる気ない。ほんと、この人歌うまいよな。ありがとう。 あー水素の音やけくそですね待ってスリッパ一緒だーキノコマジスリッパ一緒ちょっとこれ島村で買ったんだけど一緒可愛いよねこれ一目惚れしちゃったんだ <laughs> カワピーのこのシチュリッパがそしてモフモフだしカワピーから買っちゃった、えー、パイロットが受ける身体検査の項目の中にも似たようなものがあって 併願して片足立ちをしたり足踏みをしたり 5m まっすぐ歩けるかを検査するんですよねそうこのコメントで知ったんですよあそうかパイロットの訓練でこういうことするんだと思って一つ賢くなった一つ勉強になりました師走の特別技法「自足らず強制い埋め」がないだと逆にないとちょっと物足りなくなっちゃう寂しくなっちゃう「胃不足か」か確かにちょっと難しかった最近水素の音好きやな わー赤いシャツ着るんじゃ腹出すな <laughs> 水<素>の <laughs> ガレリアの PC に目がいってしまったちゃっかりガレリアですねしんちゃんみたいな服だねそうたまにそう最近あの黒いシャツばっかだからあの赤いシャツとオレンジのシャツこの間ドンキで買ってきたんですよだからたまにあれ着てますあの前回はあのパンダのうんちは臭くないの時にあのオレンジのシャツ着たんだけどまあまあなんかその まあシャツの色なんかどうでもいいのかねやっぱりそのあれ今日は今日はシャツの色オレンジですねっていうコメントなかったからあんまりみんな気にしてないんだと思って <laughs> いいや別にたまに着るぐらいでいいやって感じこのシリーズ見た後絶対真似してしまうそう真似したくなるようなあの動画のネタを結構考えてますねあのカーベイにくっついて絵立つととかもそうだしなんかその方がコメント増えるしねあとあの両手で1023までとかもそうだし ああいううにこうちょっと自分,でけん自分でも検証してみたくなるようなネタっていうのは伸びやすいしコメントも多いかなコメントも増えやすいかなって、うん、最近水素の水素の音落ち多すぎとちゃうあー水素の音かわいいそこの君今試したねちなみに自分はできたぜ目開けてやるより難かったいけたんだができた筋力を鍛えましょうねこれ中学の時部活やってたなできたなんかブラブラしてるうんちしてる時トイレでやったら頭トイレに突っ込みましたありがとうございましたおめでとうございます この作品はフィクションです。フィクションかい。演技をつってきた。えー、っと、次々。じゃあね、う <laughs> どうしようか。じゃあ、自分の歌を目覚ましに設定して起こされてみたという動画にいただいたコメントです。えー、っと、KOR さんコ、コールっていうのかなコアっていうのかな本人がどんな気分で起きたのか気になる。あの単純にうるさくて不快でした。<laughs> あの 七モネタっていうのもあるけど単純にちょっと音量マックスにしてたからすごいうるさくて寝起きはちょっと悪かったですね <laughs> 私も寝起きワスに横で歌ってほしいえ横でうんこうんこうんこずんがんこって歌ってほしいんですか <laughs> 地獄ですよ <laughs> この音源欲しいあのなんかダウンロードツールとか使ってダウンロードしちゃってくださいな別に再利用していいんで、えー、おはようございます飛び起き飛び跳ねて起きたの草飛び跳ねて起きれるならワスのやつにしようかな 音量スピノサウルスさん、えー、虎のぬいぐるみかわいい、かわいいでしょ、トーラ。よいしょ。ほら、かわいいって。かわいいね。この子も島村で買ったんですよ。かわいいでしょ。バイバーイ。はい、バイバイバ、えー。軽くホラー。<笑>,笑った。親の前で大音量で聞きました。素晴らしい。素晴らしい。 あなたはは勇者ですここれ流してていいいいのおはようんこいいねーってじゃあ次はえっとあれだ僕にはちょっと大もにーの動画にいただいたコメントです「に位の時点で察するわ何が来るか分かってるのにめっちゃ笑った本物の○○に位がシンフォニーと最後だけないよタイトルがまんまないよ師走を置かずに毎日してる、oh. yeah. 後ろの背景が一瞬総理官邸に見えたわ <laughs> おお何察したタイトルでもう分かる今回は分かったぞカニじゃないんだ僕にはちょっとから聞こえちゃう気がするのはもう病気か切るかもガーナニーガーナ <laughs> ニーはあかん単位は1日にではおおどん最初の主に主にでもうびしゃびしゃよ <laughs> どこがびしゃびしゃなんですかね ほぼ言っちゃってるんよ。まるまる2は行っちゃってると同等よ。0721の歌。あ、もうすぐ0721だね。消される消される。知ってた。これは何が出てくるか分かった。チクうん。知ってた。誰かタラバガニについて詳しく教えてくれ。あのね、タラバガニ、どうやらあの宿カりの仲間みたいです。はい。えー、っと、ツクダニを聞くと、犬で山なタヌキを思い出す。犬。 あ犬山たたきさんのことかな交響曲は電車のおかげで分かったわ、えー、区かおかのどちらかということは予想していたあの区の方はね昔前,前に作ったからね今度はおんににしました0721の方にしましたあっ992区92の方はもう前,前に作ってあります週に6070それは多すぎないか やばくないですか俺そんなにできないんだけど。俺多分週に2、3回ぐらいかな。最後以外はあんまピンとこなくて腹立つの俺だけ。だと思った。あはははは。おーな。えー、っと、これは何だ爆発と宇宙の。あ爆発と宇宙の絵文字。スピノサウルスだね。2、1。ゴイゴイスー。ゴイゴイスー。地区。んー。地区。地区。ちなみに皆さん何回ですか 6から9回ですね。2から3くらい。10はしないと済まない。ほぼ毎日,ぼ毎日ですね。仕事終わりは眠気に負けてやらないときありますが、最近21、週に40回くらい。っていうかあれか、みんな数えてんの <laughs> 数えてんのか俺さ、週に何回とかいつもい、いざ聞かれてもさ、数カウントしてないから、あんまどんぐらいかなってな疑問になっちゃうんだよね。はい、次、どうしようかな。うーんと、腕の長さは大いいいにいただいたコメント。鼓膜を容赦なく破るの好き。 えー、イヤホンで大音量で聞いたら鼓膜破れて失神しかけました。ありがとうございます。といたしまして。めっちゃ破壊的な水素の音が聞きたいです。もっと、もっと音割れマックスな水素の音を今度作ってみます。音割れ水素の音好き。なぜ鼓膜破る音を水素の音にしたんや。なんかね、もうここぞという時の使い時かなと思ってて。今、水素の音が、あの、なんだっけ。 あの両手で1023の動画で水素の音をあの再利用してみたら思った以上に好評だったんでちょっとこれはね水素の音をネタを引っ張っちゃおうかなと思ってだいたいぜ,ぜぜぜこれ好き <laughs> やっぱいいねこの自足らずネタ俺いいかもいけるかもしばらく引きずりますあー水素の音ブーズブーブーみたいなハードコアかと思ったぜぜぜで稼ぐな塗ってくれる人いるのかな自分でするのかなガチの音抜けてますよ笑笑 あの耳がいかれたようで <laughs> 今日はゼゼゼなんですね <laughs> 本当にだいたい6 0ンチですねああ水素の音カブレラの腕回りと同じやんカブレラやばないじゃんおならみたいな音じゃんゼゼゼ,ーゼ,ゼーああ水素ガッチチャーリーシーンに似てますね調べてみたら <laughs> 似てんのかなーってこんなイケメンじゃないけどって感じだったホワイトニングの歯医者とコラボしてほしいこれわかるあの いやさまさか俺がさこうやって人前にさ顔とかこういう歯をさらすなんて思わないからさね昔の俺はねあのいざそのさカメラに撮ってみて自分のさ口元を見てみたらうわ歯黄色と思っていつかお金持ちになったらホワイトニングのなんか人とコラボしてあの生まれ変わった歯をみんなに見せたいと思います俺ももっと綺麗になりたいんで、はい、ぜひぜひ応援よろしくお願いします幸せになりたいです 剛みの白い歯を <laughs> あそこまで不自然な白さにならなくていいけどね腕の長さ測った後から音抜けてますよえっと俺が使ってるイヤホンもこの動画見終わった途端に音が出なくなっちゃったな何だろうね不思議ですねなんででしょうね意味が分かると怖い話音,待ち音量間違えるのも顔もダンダスやんちょっとダンダスさんの芸風をやばいパクってしまってるねやばいやばい まあまあ、ほとぼりが冷めたらあの自分のもっとオリジナリティ突き詰みます日本人の腕の長さの平均は女性がおよそ6 7ンチ男性がおよそ7 4ンチということですがこの数値は世界的に見ると短い部類に入ると考えられますあそれでも6 0ンチより長いんだねじゃあちょっと俺ミスったね6 0ンチらしいってなんか昔言われたあの中学の誰かの先生になん,なんか言ってたような気がするんだよね家庭科の先生かなだいたい6 0ンチって言ってたんだけど 女性でも平均6 7ンチか。ちょっと、もうちょっと、じゃあ7 0ンチって俺言えばよかったね。だいたに7 0ンチらしいのほうがいいね。音が汚い。水素いらんだろ。指まで測ると6 5ンチだね。うん、そう,そうかも、うん。割と手のひらの中心ぐらいで6 0ンチだったから。すいません、なんか <laughs>。検証してみたら、あまり60じゃなかった <laughs>。月次どうしよっかな。うん、と、ドプドプドローリ土曜日。 この1週間で一番生々しくて草。濃厚すぎる土曜日で草。まあね、土曜日の夜はそうなんじゃないですか。多くの,あの,リ,ア充の人リア充の人たちは。ね。<laughs> 曜日系って背景が綺麗だよね。なんかね、この背景、スカイツリーのさ、なんかこの空撮の空から撮ったみたいなやつ、なんかお気に入りでさ、ちょっと素材があったから、使い回ししてました。歌声が好きです。 はい本日もドブトブドローリー土曜日の時間がやってまいりました。今日のニュースは <laughs> ラジオが始まったぞ。日曜日も楽しみにしています。ラジオじゃないか、テレビ番組か。日曜日も楽しみにしています。ソプラの高くて死ぬ。ブフォよーし、夜のニュースに使ってもらいやしょう。ぜひぜひ。音にはめる、音はめ。最初の写真の時の顔はめ。ドラゴンボールのカメはめ。板張りのはめ。板ばめ。あ、板張りのはめ。板ばめ。生ではめ。あーるこれはバツ リクエストに答えてくれたのを愛してるさっきドプドプさせました <laughs> 生々しい報告ですね最近攻めてる結構攻めてる22222 22これはどういう意味だろうねじゃあ次、えー、ニンニクにんにくにチャにチャ日曜日あ結構もう新しい動画に最新動画に近づいてきたもう少しだから <laughs> ちょっとお付き合いくださいえー、っとこれ、えー、っとニンニクにんにくにチャにチャ日曜日の動画にいただいたコメント歌詞があれなのにハーモニーが円安っぽくて綺麗すぎ えいやね癒されるわ旋律もハーモニーも美しい教会音楽を聴いてるようで素晴らしいなのに歌手は笑えるところがまた魅力的あのなんだろうなオーソドックスでは済まさないのが師走です <laughs> スタジオジブリ作品に使われそうなテンションやめてくれちょっとね和風というかなんかちょっと哀愁こもったメロディーにしてみました最後の最後を飾る日曜日の歌は。 アーモールからアードアに着地してるの気持ちいいです。ピカルディー収支、大好き。ああ、好きです。一番歌詞がまとも。まともか <laughs> ニンニクにちゃにちゃ。まともかな。二郎系ラーメン食べましたな。よし、歯磨き行ってこい。ホワイトニングしなきゃ。アクアフレッシュエクストリームクイーンホワイトニングしなきゃ。<laughs> あ、でも俺がよく使う歯磨き粉はクリアクリーンです。あの、つぶつぶが好きなんですよちゃ。なんかちゃんと磨かれてる気がするから。うん。 なんだっけクエクストラクールだっけあの一番青いやつ、クリアクリーンの青いやつが好き。明日祝日、イェーイそうだ、月曜日祝日でしたね。どういうこと <laughs> ニンニクニチャニチャっていうことです。1、1個目1個目、1個目ありがとう。1個目、なんか1個目とか2個目、3個目までの人はあのメダルをね、贈呈してます。金メダル、銀メダル、銅メダルって感じで。 えっと、自分ってダメだえっ、ー、と、じゃあ次。えー、他人に許してもらわずに、自分で自分を許しちゃおうにいただいたコメントです。結構真面目な師走さん好きです。背景がうんちかと思うたやん。だ <laughs> された。<laughs> 歌も好きだし、背景のチョイスも好きです。いいでしょこの、そう、俺ね、なんか検索したんですよ。なんかチョコ、チョコアイスで検索して出てくるかなと思ったら出てきた。<laughs> 今日も元気で何より、今日は背景がちょっとマイルドなのね。いい言葉をありがとう。 すごいい,い歌していい歌声だが背景が <laughs> だからこの人こんなに吹っ切れたのかそうなんですよ吹っ切れたんですよ自分が吹っ切れたからこそなんかね逆に今度は俺,俺がその誰かを吹っ切れさせるようなね誰かを誰かに一歩踏み出す勇気を与えたいなっていうねそういう側の人間になりましたね師スさん大好きです愛してますか <laughs> て<出>れれ<る笑>私は師走が何をしても許すよ <laughs> よしじゃあ 何しちゃおうかな <laughs> 思いつかねえななんか悪いこと <laughs> ダメだ悪いことをし,しようと思っても思いつかない <laughs> 後ろの者のがあれに見えた私は末期んでか知らんがこれ見て涙出てきた師走さんってなんか深い苦悩を乗り越えた人な気がするこんなへんてこな合唱ショート動画なのになぜか心が癒される気がするんだもん、えー、内面の苦悩を断ち切りましたということで変身したんですけどそうなんですよ やっぱり自分のの内側の苦悩がね、苦悩を乗り越えられるとまず,自分をまず自分を知ることからこうなんかちょっと入っていってですごい毎日毎日考え事とかして結構思い悩む時期が56年前すごいあったんですけどなん,とかなんとかね、あのそこを越えました。そこでね病んだままでさらに人生のどん底に行ってで、ね、さらに落ちぶれるっていうコースもあったと思うんですよ。 俺はちょっとまあ運が良自分の自分の,自分,の自分で自分を許せるようになったっていう,こう世界線に移動できたからまあちょっと運が良かったですね、うん、だから全ての人がうまくいくとはちょっと思わん、うん、ちょっとそれは難しいと思うんですけど、まあまあ、苦悩すること、うんまあ、悩,悩んで考え事しまくってえいろいろとね人生とは何かとかな俺私って何で生きてるんだろうとかそういうふうにね、まあ、考える日 タイミングそういうふうに考え込む時期っていうのは、うんまあ、大事とといいいいうか、まあ、あってもいいと思いますねそれがきっかけでその何年か後にすごい人生がパーって開くことがあるんでちょっとまあ怖いけどね危険ではあるけどちょっとまあ鬱っぽくなりやすいから危険ではあるけど、うん、まあどうしても、ね、そういう考え込んでしまうっていう人は、うんまあ、冷静にん 冷静にその、まあ、たまには外に出てなんか太陽の光浴びたりなんか公園でちょっと寝そべったりなんかしながらいろいろぼーっと考えるといいと思います。あとはなんか水,水場水のある場所で考えるとねなんかい,い,かいい感じですよ。お風呂とか台所とか公園の池とか海とかねそういう水のある場所って創作意欲あのク,リエクリエイティビティっていうのかな創造性が生ま,や生まれやすいので。 結構その何かなんか何かが浮かぶことが多いです。あと結構、うん、心が現れながらなんか邪念邪念が取り払われてるっていうのかなそういう状態でいろいろ物事を考えることができるからあの瞑想しやすいのかなと思います瞑想全禅 <laughs> ですね先に他人でしょうあ先に他人っていうまあそういう考えもいいと思いますようん全然 なんかそういう他人を喜ばせるのが好き他人のために生きるのが好きっていう人もねあのそういう人がいるおかげでこう世の中うまく回ってたりするしあのいい思いをしてくるいい思いできる人もいっぱいいると思うしそういう人もいていいと思いますぜひそのままでいてください、はい、素敵ですあなたはとても素敵です <laughs> え次一見幸せそうな人も実は、えー、と一見幸せそうな人も必ず何かに悩んでるらしいってやつね いろいろ落ち込んでたけど、悩んでるタール人で声出してもらった。ありがとうします。偶然思いついたんですよ。あ、悩んでる、悩んでるター,るタールあ、悩んでるタール人。これをネタにしようみたいなブルブル,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 ルって感じで浮かんだんですよね。チップ悩んでいる <laughs>。なんかデールだけが悩んでいるになっちゃったね。テンションの低いデール。チップと <laughs>、チップだけが明るいみたいなね。幸せになれなくて悩んでます。妹綾子さん。妹綾子さんのアイコンが。 あのリスマンになってるんだけど <laughs> 幸せになれなくてか幸せになれなくて悩んでます幸せとは何でしょう気づくもの今あるものに幸せを見出すっていうこともね大事じゃないかなと幸せになる方法うん幸せに今ある幸せに気づいてでさらにさらにもうちょっと欲しいものとか実現したい あの環境とか人生とかあったらもうそこから抜け出す勇気を振り絞るしかないっすね俺みたいにあのいろんなものを捨ててでも自分の幸せのためならもうこっから逃げ,逃げて抜け出してやるぜっていう覚悟と勇気と思い切った心大胆な心まあもうなんかノリでやっちゃってもいいと思うし全然、うん、そうすると割と幸せに近づけたりするんじゃないですかね うんまあ、俺が結構今近づきつつあると思,あると思ってるんで自分の幸せに自分の理想みたいな人,人生にねちょっと近もうかなり、うん、階段45段ぐらい上がったかなっていう感じするんでぜひぜひ参考にしていただければと思います、えー、私も幸せへの恋心で悩んでる「ティアティア」「ティ俺たちはホモ・サピエンスじゃなく悩んでるタル人だったそう「新切きたこれ」ですよ 親切可愛い悩んでるタール人悩み事しょうもない悩んでるタール人悩んでるからシュワスの動画見て吹っ切れてしまおう俺の動画で吹っ切れてくれるってなんかう嬉しいですねラリってる人じゃねえか <laughs> これねあ <laughs> なんか俺の演技なんかちょいちょいおかしいっすよねちょっとずれてるよねなんか俺がそのリア充っぽい人っていうのはなんか頭で考えて演技してみたらえ <laughs> ーってなっちゃ それをリア充というのかっていうコメントをいただいてああちょっと確かに違うかもと思った <laughs> 人生の心理だとは思うけど師走さんの顔芸すごい <laughs> リア充というよりお薬 <laughs> シェシェシェのシェ <laughs> はいじゃああと残り2つはいえ次の動画「仕事を続けられる人とはこっそりサボるのがうまいらしい」にいただいたコメントですえ覚醒したスピナサルさん仕事でも何でも続けるには適度な息抜きが必要なのかもね そうですよ息抜き大事なんか美味しいもん食べるだったりどっか遊び行くだったりあのー、なんだろうねあのー、友達すごい慣れ親しんだ友達と過ごすだったりゲームゲームするだったりなんかお酒飲むでもいいしお菓子食べるでもいいしまあ俺は外食かな外食大好きなんであとジュースとお菓子を食べまくるのも好き <laughs> そんだからこんな体験なんだけど。<laughs> あちなみに、あの、今、筋トレした、したてなんで、結構パンプアップしてますね。この腕とか胸が。どうでしょう微妙まだ微妙かなこんな感じ。こんな感じです。どうでしょうかはい。えっと、サボるの優先にしてたらいつか自分に帰ってきてしまうから、何もかも終わらせてからサボりましょう。うん。休憩時間もいっぱい休憩しましょう。そうそうそう。ある程度ね、終わらせるべきものを終わらせたら、はい。はい、終わり。はい、じゃあ、あとはゆっくりしますって感じ。はははは。 かわい,いもう組織が死にかけてて私は転職したいですそういうところね多いんじゃないですかね組織が死にかけかなんかね早いうちから見切りつけてもいいんじゃないかと思いますねなんかずっと何からねそこにいてじわじわとジリ貧ジリ貧になるよりはさっさとだ、ね、早いうちから脱却した方が自分のためにはいいのかなと思いますまあお金的金銭的な問題はいろいろだと思うけどまあ俺もね俺自身もねそう, <laughs> そうさっさとまあ 次のステージステップに進んだ方がいいんだけどお互い様ですねそこはねゆっくりとね移行したいよねその新しい環境だったりその自分の望む方へあこうしたいこっち行きたいっていう方へ少しずつ俺もす進んでいってるんでどうか一緒に変えましょう自分の人生 <laughs> 全力で行くと疲れちゃいますからね師走語録なかなかですアクセルにも遊びがいるからねそうそうそうねこう遊びがいるから <laughs> 例えがうまいですね。お疲れ様んこーって。バイトだけど、今日サボりすぎた。楽しい <laughs> でもそのツケが絶対次の人に回ってる <laughs>。まあでも、知ーないでいいんじゃないそれは。シーないどうぞ勝手にどうぞって感じ。もうあのー、お家帰ったらもう知ーないわ。引っ張り忘れるって感じだから、俺も。<laughs> 今回は地あまりがない。サボってなんぼやで。まあ怒られなければいいかなと思いますね、別に。 怒られなければ、あ、じゃあ怒るほどのことじゃないのかってことだから、許さ,許されてるなって。俺はいろんな人に許され,許されて生きてるんだなって思いながらあの、これからも、これからもなんか許されながら生きていけばいいんじゃないでしょうか、皆さんもね。うん、ほんとほんと。あいつってほんと駄なやつだなとかさ、ムカつくとかさ、ほんとだらしねえなとか言われても、まあ、それが俺だし、許してちょって感じで。<laughs> 許してちょとか、古いから言い方が。今だったらなんだろう。 許してにゃん。許して、ぴょん。えゆ、ー、許ちて、許しちて、許しちて,て、こういう感じゆるぴて、ゆる、許るしよゆるぴ、ゆるぴだ, <laughs> だよ。ゆるぴだよ。ゆるぴだよ。ゆるぴ、ゆるゆる、ゆるゆるでお願い。えゆるゆるゆる。 ゆる緩み、ゆるみで、ゆるみがえぐい <laughs>。何言ってんだもう。はい、じゃあ最後、えーさっき、さっき作ったリブステーキとブリの照り焼きにいただいたコメント読み上げていきます。っ、えー、と、一般男性脱粉シリーズ思い出した。相変わらず歌詞が下品で好き。狂ってるの好き。授業中に出したらってね。学生生活終わるなり。 俺ゆうたさんの声真似できるかな <laughs> イッキッキーノキーイッキッキーノキーイッキ,ッキのキんでなくないこんな感じかなおっぱいまマンコマンコチンコおっぱいマンコマンコチンこおーマンコショパッピーって感じかな あやべ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 ややべべ普通にやべと歌っちゃった <laughs> この,この,の年齢制限つきませんように <laughs> っていうかこの格好がそもそも年齢制限だわ狂ってるの好きこの世の終わりみたいな歌詞ボンのとこの顔よありゃ第二のゆゆたん感が出てますぞ YouTube 開いた瞬間なんでか知らんけどこれ流れてほんま改変になりそう言葉のチョイスが素晴らしいですディズニーのトゥーンタウンあたりで流れてそう 7月21日記念動画楽しみだあれ今日あ今日じゃんやべえ今日7月21日じゃんもう日付変わってるけどそっかなんか作んなきゃな <laughs> 最高すぎるだんだん可愛く見えてきたこの人なんか嬉しいわこの年になっても可愛いって言われるの嬉しいねすごい幸せなことですねバババボンのボンの顔スクショしましたありがとうございますこれねえー、っと飲んでたなっちゃん返して 茶のつくものだ茶のつく飲み物だ。遠足に持って行って飲み物,飲み物は茶のつくものだけだぞ。なっちゃん、えー、情報量多すぎて何回か聞かないと理解できなかった。そう、情報量多い動画俺も好きなんだよね。だから自分でもなんかそういうの作りたくなっちゃう。なんでだろうずっと聞ける。聞けるすごいツボ。やったー、こういうのね嬉しい。なんかあの頭から離れないとかさ気づ、気づいたら仕事で歌ってたとかさ、仕事中歌ってたとか。<laughs> ハマってしまったとか中毒性やばいとかっていうコメントがね俺すごい好きだす好きだすありがとうございます <laughs> 最近の合唱だと一番綺麗な旋律あ本当ですかやったテンポよくて死ぬこの曲好きかもみんなに勧めておくよありがとう勧めてくれると嬉しいめっちゃ嬉しいですもっともっとね広めてください俺の存在を <laughs> 大丈夫なの励ます系から来た人を奈落の底に蹴り飛ばすかし <laughs> そうあの 真面目なことだったりさ人を励ましといてさある日突然うんちお尻お,おしっこをならとか急に歌い出すからね油断ならないやつですよ歌詞食ってる時にこれ出てきてワロタニ演奏いろいろ <laughs> 含んでるなワロタニ演奏音ハメスコ汚ねえわらわらかわいいチュッチュチュッチュまたアニメ化されないかなえあボンバーマンの話ねボンバーマンジェッターズ懐かしいな バビブベボ多いな、MMM。またハガセブンが使えそう。あか使,使ってくれたら嬉しいです。<laughs> あの、このリブステーキとブリの照り焼き。なんかそのリブステーキ食いながら <laughs> とかいいんじゃないですかね。<laughs> 唐突なボンバーマン。食欲うせた。プライドは水に流したのか。流しました。流しますパランドです。<laughs> 流しますか。流しますかですよ。グレート・ザ・ブーンですよ。 はあ、こんな感じかな。はい、コメント読み終わった。はい、ありがとうございました。お疲れさんでした。というわけでね、えー、っと、うん、今回が一番多分いっぱいコメント読んだと思う。ちょっと,とあのちょいちょいあのまだ慣れてなくて、あのユーザー名の読み上げ忘れてたりちょっとしちゃったんですけど、すいません。なんか自分のしたコメントなのに、ちょっとあの名,前を名前読んでもらわないと多分気づけなかったと思うんですけど、ちょっとまだぐだぐだに容量悪くてすいません。ちょっとでも長い動画撮りたかったんで、頑張ってみました。まだまだ未完成で未熟なね、 あの動画発信者の師走ですけどもこれからもどうかよろしくお願いしますあのへこういう編集なしの動画ももうちょっとちゃんときれいに簡潔になんか伝わりやすいように喋れるように頑張りますんではいよろしくお願いしますはい以上おすわ師走でしたありがとうございましたバイバイまた,バイバイまたね脇毛臭いバイバイ